クラフィナンシャルニュースの杉田です。お二人ちょっと聞きたいんですけども、今現在自宅等に物理的な嫌がらせというのは継続してますか？はい、ご自宅もそうですが、父の会社を含めパンフレット攻撃などは受けておりますし、電話番号も公開されているものは、いたずら電話が多すぎるので出られないような状況ではあります。わかりました、ありがとうございます。はい、ではお願いします。一般コーナーなので、なんか割と小さい話なんですけど、従前ビル入ってますよね。で、あそこは今なんか港区の千代田区のなんか再開発事業かなんかにかかってるっていうお話を伺いまして、そうするとなんか期限が結構近いのかなという。そうですね、もう50年ぐらい経ってるとオーナーおっしゃられていたので、あと10年ぐらい建て替えなきゃいけないかもというお話は伺ってますけれども。じゃあすぐ立ち退きっていうことでは？あ、そうですね、はい、ヴィンテージ感はあるものの、まだ立ち退きの話などは一切出ていません。なんか割とそういうので、NC 系の人たちが無駄遣いしてるみたいなお話をしてるんですけど、意外と家賃の方はそんなに高くなかったんじゃないかというのを報道してるんです。いや、かなりリーズナブルにしていただいたので、だからこそあまりこう言えないようなところがありまして、保証金であったりとかそういうものもすごく下げていただいたので、ちょっと同じ部屋のタイプでもね、違う金額で払ってらっしゃる方がいらっしゃいますし、公開している物件ではないので、同じタイプでも家賃が違うと少しね問題があるかなと思いまして、発言にはちょっと気をつけようかなと。あ、言えない部分がありました。それだとなんかさらになんか嫌なツッコミになっちゃうかもしれないんですけど、紹介がないと確か入れないあれですよね。なんかどういう筋の人の紹介だったのかな。そういう政治関係の方にご紹介いただいて、やっと借りることができたので、この党の信用がね、あまりなかったような部分もあって、ちょっと借りるのはすごく事務所苦労したんですけれども、その方の助けもあってお借りすることができました。割とこう、大津さんが代表になってから党の信用っていうのは、上がってきてるんじゃないかと。上がってるはずです、というところで、なんかほら、この間富山さんの選挙応援に行かれたじゃないですか。あんな感じでこれからも応援に行かれる予定の政治家さんとかそういうのはいらっしゃるんでしょうかというそうなんですけど、今勝手に推測をされて、その方にご連絡されたりとか、嫌がらせを私が応援する方にもすごく今現在受けている状態でして、なのであまり公表はしてないんですけれど。ああ、でもそれ全然発表してない案件ですよね。それに対して嫌がらせが来てるということになるね。そうですね、なんか特定班がいるのかよくわからないですけど、特定班っていうか、だからなんかこれすごい申し訳ない話なんですけど、だからボランティアの中にスパイがいるんじゃないかとか。いやー、私はそうは考えておりませんよ。で、だからそういう嫌がらせをされてる状態じゃないですか。で、なんか私今日これ録画撮ってないんですね。っていうのは YouTube が、やっぱりNC にやられたのか芝北にやられたかわかんないですけど、なくなっちゃいまして、そうすると容量制限とかあって、非常にこう録画、長い録画を上げるのが難しい状態になっておりまして、それと私たちはライブ配信をしたいというところで、で今日は大橋さんはいらしてないけどね、私杉田さんとかなかなかこわもても集まってるので、もしこれで何か危ないことがあるなら大津さんはお守りいたしますということで、ぜひライブ配信の方はよろしくお願いしたいと。これは要望です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。はい、じゃあそちら奥の席の方お願いします。